毎度セイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況ありましょう。さあ来ましたよ、周年キャラクター。今日はね8月31日なんですけど、やってきてますね。クローネンが、今日から解禁されてます。でうちの104サーバーね、今現在、2時50分ですけど、まあ人気っすね。やっぱり30位で、3700ポイントなんで、もうかなり回ってる状況になってます。僕ももちろんねこのクローネン取得します。で今回このクローネンの旧門証文をね、見ていこうと思います。でその後にバトル動画も1本、撮ろうかなと思っております。じゃあ早速見ていこうか。クローネンの旧門はこんな感じになってます。マックスミステリーアームね、旧門の効果ですが、まずバフから、赤字が強化されているとこですね。自身のダメ増を、レベル158で 53.5%、ダメ減を 76.4%、上げます。これはレベル158。まあ今日と同じぐらいですかね。結構上げる 53% と 76% なんで、ステータスを高めていけるっていうとこ。自身の最大 HP は 100% やったんですけど、ここも 20% 上がってますね。120% の最大 HP を上げます。で、これ、自身のダメージ倍率は 90% まで上がるっすね。ここも 10% 伸びているね。 80% やったところが 90% なので、ダメージをかなり取っていけるっていうキャラですね。で自身のダメージ耐性、スキル耐性、必殺技耐性ですが、これが 80% になってます。これも 10% 伸びて 80% で、攻撃力と防御力、ここは 5% ですね。 40% やったんですけど 45% に、なっています。でその他は同じですね、非進化格闘家と進化格闘家からのダメージの 25% 減少と、まあ、分担ダメージはもうこれ以上減少できないってぐらいの数値なんで、で、ここがね、もう少し上がるかなと思ったんですが、ダメージ抵抗率なんですけど、もしくはこっちが、下がるのかなと、数字がね、強くなるんかなと思ったんですけど、ここの変化がなかったですね。70% のダメージ抵抗率獲得して、これが 7% ずつ減少していくっていう効果。なので、まあ、ここの強化ちょっと期待したんですけどね、これがない、ということ。なんで、バフはこんな感じになっています。でここからは、旧門による追加効果、もう完全な追加効果ですね、新しく追加された効果を説明していきます。まずこれ、味方格闘家が必殺技を発動する際、自身は怒りを75回復する。でこの効果は怒り回復速度に影響されない、まあ、連撃に関する、追加効果やと思います。ここなんですけど、これはまあ今日も持ってるんですが、こう味方が必殺を発動していけば、どん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 こうね、クローネン自身の怒りが溜まっていくっていう、性能になってます。で今日はこれ、前列の一番上に置くことによって、この効果を生かして必殺をこう何回も打てるみたいな、まあ、そんなキャラクターなんですけど、このクローネンも同じような効果を、持ってるね。で75固定なんで、だから味方が仮にクローネン以外の自身の、味方ですねが5体打ったとしたら、だいぶ回復できますね。350ぐらいは回復できる。で必殺の怒り吸収があるから、ここで連撃をしていくっていう感じになるのかなと思います。で、非攻撃時、敵ランダム1人のバフを打ち消す、これはダメージを食らった時っていうことですね。で敵ランダムのバフを、打ち消すことができる。でこれが無効化不可能やから、完全に打ち消せるっていうことに、なってる。まあ、ランダム1人なので誰になるかわからないんですけど、まあ結構いい効果かな。デバフ、デバフというかバフを打ち消しなので、まああった方がいいよね。完全にあった方がいいんですけど、誰になるかわからないから、まあ、そこがちょっとねポイントかなと思います。で、これがねめちゃめちゃ強いんですけど、踏ん張り時、攻撃者に煉獄崩壊を3段階付与する。これめちゃめちゃ強いですね。もう崩壊を無条件で入れるっていうことで、しかもこれ3段階やから、やばいですね。やばいぐらいのダメージ入る。まあ単純にこれのかける3ですから、まあすでにこの必殺とかで崩壊をつけているかもしれないけど、それ以外に、これだけつけれるっていうこと。だから3段階ですから、まあ最低でも、この最大 HP45% と攻撃力の 750% 分の、崩壊ダメージを与えれるっていうことになるんで、まあこれは非常に強い効果が、つきました。しかし、旧門による追加効果がね、ここだけなんですよ。これちょっと周年キャラとしてはね、微強化やなと思いまして、特に
まあ、これは強いんですけど、その僕ね動画でも言ったんですけど、やっぱ連撃に対する、なんていうのかな、確定要素みたいなのが、まあ、欲しかったんですが、必殺をどうしてもね2回確定で打てるような何か、倒せなかったらもう1回打つとかね、そういう系かなと思ってたんですけど、やっぱここをだけっていうのがね、これがやっぱ連撃に対する、まあ、ことやと思うんですが、ちょっとこれ厳しいよねっていう感じで、しかも今日とこれ同じ感じやから、なんかその斬新さがないんですよね。もっとこうクローネンらしい、なんか斬新さも欲しかったし、まあこれはね強いんですけど、もっとやっぱ旧門によるこうなんか執念キャラらしいね、おっていう効果が欲しかったんですが、まさかの微強化で来るとはね思わなかったんですけど、まあ、正直ちょっと残念かなと思ってます。追加効果がね少なすぎるかな。もっとこうね執念キャラっていうと、やっぱ驚くような効果は持ってたので、今まではやっぱ再起の無限復活とかね、イグニスの連撃とか、今日の延長ダメージとか、まあ、そういうね、水地も ありましたね、溶血、初めての溶血やったし、まあ、そういう系のやっぱりこうハッとするような効果が欲しかったんですが、なんかこのクローネン、なんていうのかな、量産型キャラみたいになってしまってるかなっていう印象なので、ちょっとね旧門は残念かな。ちなみにですけど、この追加効果とさっき説明したバフの、強化点以外に旧門の強化がないんですよ実は。そこもポイントで、あの踏ん張りも全く一緒で、ダメージ分担のとこも一緒で、クローネマークの強化もない、で味方へのバフも同じなんで、まあ正直これまあ抑えに来たんかな、その今日が強すぎたっていうのをこう反省してるのかもしれないですね。もしかしたらそうかもしれない。今日があまりにも強くて、1年経った今でもクローネンが来るまではもう完全にこうね、まだまだ活躍できてたっていうのをちょっとこう開発陣反省した可能性もまあそういう目線で見たらまあありかなとは思うんですけど、ちょっと執念キャラにしては今までのキャラに比べると、なんかねこう驚くような、強さがないなっていうのは、まあ、そういう感じは否めないかなと思います。まあ、旧門の、強化点はこれだけですね。では次は消門で見ていきます。マックスヒートシールド単体攻撃で 195% のダメージ倍率になっています。でバフですけど、強化点がねここだけですね、これのみ。2ターンの間非攻撃時 60% の確率で受けるダメージを、50% やったんですけど 10%、上がってるね、 60% 減少できます。まあ、かなりカットできるということ、半分以上カットできるということになってます。しかしその他のバフの強化はないですね、こことか全く一緒なんで、バフの強化はこれだけ。ただ、追加効果がありまして、2種類の追加効果があります。これ色分けしてるんですけど、まずこれですね、メインターゲットに煉獄崩壊を1段階付与する。いやーこれ強いっすよ、これ来ましたね。まさかこのスキルで崩壊を入れれるとは思ってなかったんですが、これやっぱ非常に強い、まあ、これがあるからこその、まあ、スキルというか、今までのこのね、スキル、ただのヒートシールドはマジで弱いなと思ってたんですけど、これがつくことによって全然評価変わるね。やっぱりこの崩壊は恐ろしいから、これをスキルでバンバンつけていけるならめちゃくちゃ強くなったね。で、あと、他の追加効果はこれですね、煉獄崩壊1段階ごとに、自身のクローネマークを25段階増加する。クローネマークを上げていけるんですけど、1段階で25はちょっと少ない気もするけどね、もう少し欲しかったな。1段階で、まあ、50でもよかったんちゃうかな。まあ、一応そのね、5段階とかもし、入ってたら結構こう入れれるんですけど、それでも100ぐらいかそれでも100か、少ないな、スキルですからね。もう少しここの数値欲しかったんですけど、まあクローネマークを上げていけるっていうことで、クローネマークがもし9999になっていたら、まあ暴走していた場合ね、どうなるかというと、これなんですよ。暴走していた場合は代わりにメインターゲットとその周囲の敵に 300% の追加ダメージを与える。これは強い、めちゃくちゃ強いですね。範囲ダメージが入って追加されたし、さらに追加ダメージ 300% も上がるので、まあ、スキルが恐ろしくなってくるね。まあ、暴走した後っていうのが限定的ですけど、まあ、そこがちょっと時間かかっちゃうんですけどね。これが
そうやな、暴走した後とかじゃなかったらもうゴリゴリに強かったんですけどね。まあ崩壊だけでも十分強いけど、まあ、この暴走後はかなり強化されるっていうスキル、まあ、このスキルはやっぱでもその消耗ね、全体的に見てもやっぱ強いスキルに生まれ変わりましたね。これがなかったらマジでこれほんま執念キャラかっていうスキルやったんですけど、これがあることによって執念キャラらしいね、めちゃめちゃ強いスキルになったかと思います。おではこのクローネンね、まあ、キューモンは正直微強化やったんですけど、実際ねこうバトルで見ていこうと思います。では、次の動画にしようかな。次の動画でクローネン戦っていきますので、キューモン消耗開けた、クローネンとバトルしようかな。まあ、実際どういう動きしていくのかっていうのを見ていこうと思いますので、よかったら次も見てください。ってことで今回はこの辺りで終わります。ご視聴ありがとうございました。